皆さんこんにちは。秩父市保健センターの新井です。久保です。本日は感染予防対策と新型コロナウイルスワクチンについてご説明いたします。よろしくお願いします。市民の皆様には日頃から手洗いやマスクの着用など感染予防に努めていただきありがとうございます。現在新型コロナウイルスによる感染が拡大し、埼玉県への緊急事態宣言が9月12日まで延長されました。秩父市でも感染が急拡大し深刻な状況となっています。引き続き感染予防対策の徹底にご協力ください。基本的な感染予防対策について国から出ている感染拡大防止対策をもとにお伝えしたいと思います。正しいマスクの着用についてですが、皆さんは正しくマスクを着用できていますか？鼻の形に合わせ隙間なく塞ぎます。顎下まで伸ばし顔に隙間なくフィットさせましょう。会話の時は必ずマスクを着用しましょう。こまめな手洗い、手指消毒の徹底についてです。手についたウイルスが鼻や口を通して体内に侵入することでウイルスに感染します。そのため共用物に触れた後、食事の前後、公共交通機関の利用の後は必ず手洗いを行うようにしましょう。指先、爪の間、指の間や手首などの洗い残しをしやすい部位も忘れずに洗うよう意識しましょう。目指そうゼロ密についてです。密接、密集、密閉、このうち一つの密でも避けるようにしましょう。人と会うときには人と十分な距離を保つ、混雑している場所や時間を避ける、仕事ではオンラインの利用や可能であれば自社出勤も取り入れる、屋外でも密接密集を避けるようにするよう心がけましょう。飲食するときは少人数、短時間で大声を避けて行いましょう。アクリル板の設置、消毒、換気などの徹底がされたガイドラインを守っているお店で行いましょう。テイクアウトやデリバリーも活用しましょう。会話をするときはマスクを着用し、体調が悪いときは出勤、登校などは控えるようにしましょう。次に埼玉県で発出している緊急事態宣言に基づく協力要請についてお知らせします。感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請または営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控えましょう。不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動は控えましょう。日中も含めた不要不急の外出自粛、移動の自粛をお願いします。ただし医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、必要な職場への通勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。外出する必要がある場合も極力家族や普段行動を共にしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動しましょう。路上、公園等における飲酒など感染リスクが高い行動の自粛をお願いします。これらの感染予防対策にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。次に新型コロナウイルスワクチン接種についてのご案内です。7月の司法と同時に世帯配布した新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせで予約スケジュールをご案内しましたが、新型コロナウイルスの急激な感染拡大、若年層の感染急増の現状から予定を変更し、年齢を大幅に拡大して早めの接種を進めているため、現在は12歳以上の方を対象に
予約の受付をコールセンター、LINE にて行っています。予約日時、対象の変更などで市民の皆様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。今後のワクチン接種の予約方法については、原則木曜日に新しい予約枠をご案内する予定ですが、ワクチンの供給状況や感染状況によって変更になる場合がありますので、最新の情報につきましては、秩父市ホームページや安心安全メールなどで発信させていただきますので、ご確認をお願いします。皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。また、12歳から15歳までのお子様が新型コロナウイルスワクチンを受ける際は、原則として保護者の同伴が必要です。また、医療機関によっては16歳未満のワクチン接種を行っていない医療機関もありますので、事前に秩父市ホームページでご確認いただきますようお願いいたします。ワクチンの予約をされた方で新型コロナウイルスの感染が疑われ、保健所や医療機関の指示でウイルス検査を受けた方につきましては、検査の結果、感染していないことが確認されるまでワクチン接種はできません。ワクチンの接種日までに検査結果が確認できない場合も含め、予約のキャンセル手続きをお願いいたします。ワクチンを受けることで新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、100% の発症予防効果が得られるわけではありません。また、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。そのため、ワクチンが普及し、感染者数を十分抑えることができるまでは、引き続き効果的な感染予防対策を組み合わせることで、可能な限りご自身や周りの方を守っていくことが必要になります。ワクチンを受けた後もマスクの着用のほか、密となる要因の回避、石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒のご協力をお願いいたします。本日お伝えした内容は厚生労働省埼玉県秩父市ホームページに掲載されていますので、合わせてご確認いただけたらと思います。秩父市保健センターからのご案内でした。